どうもこんにちは、松井塾の松井です。まあ前回やったように、前回はだいぶ前にやったように、今、松方デフレによって経済が困窮していると、いうことになるんで、要するにいろんな事件っていうのが発生しますということで、まあ1884年に起こった出来事、困窮した農民たちを中心として、お前ら要するにちゃんとやれやみたいな感じで、要するに暴動が起こってしまうというふうな事件の要するに一つということになるわけですけども、カバさん事件ということになるわけですね。はい。じゃあ、このカバさん事件以降、何が起こっていくかということについてもしっかりと見ていきましょうということですね。はい。カバさん事件というふうにですね、困窮した農民たちが暴れた事件の一つということになってくるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。